こんにちは、響きの高橋です。今回は高血圧の時に伴う頭痛や肩こり、そして目の奥の、ズキズキ感、それを和らげる、自己療法を、紹介したいと思います。私はプロなんでこういう道具を使ってますけども、スプーンとか、しゃもじなんかで結構です。で、ここの指の股ですね、こういう股のところ棒で よく揉んでください。あとはもうここのとこですね、こういうところも上手にまんべんなく、向きはどっちからでも、下からでも上からでも構わないですね。よく揉んであげることです。で、まあ親指をぐるぐるぐるこねくり回して揉み上げてください。で、あとはこういう先の尖った棒を使ってですね、ここちょっと難しいピンポイントですけど、これをこの一方方向に持ち上げます。こんな感じで、ちょっと指圧っていうか、点押しで、点血で押してあげると、かなり頭痛や肩こり、目の奥のズキズキが楽になってきます。仕上げはもうふくらはぎをこのように手の親指とかで使って上手にふくらはぎをですね、揉んでいくと 血行が良くなって、心臓から末端まで血液を流すための血圧が下がってきます。そうすると、おのずと頭の頭痛感とか、頭のズキズキ感ですね、肩こりとか目の奥のズキズキ感が和らいでくる、そういうことです。ぜひ、継続してください。以上です。